はい、こんにちは。1ヶ月ぐらい前に青汁王子が自殺未遂をしたと聞いたときに私、暴露系とか悪口言う人たちって本当よくないと思いますっていう動画を出したかと思います。さっき、その青汁王子がヒカルさんを自宅に呼んで自殺未遂後にペルーに行っていた話をしていたのが興味深いなと思いました。シャーマンとか儀式っていう言葉が出てくるので 何これ宗教みたいに思う人もいるかもしれないので青汁王子が経験したおそらくアヤフアスカだと思い,思いますそれについてちょっとお話ししたいと思いますこのペルーのアヤフアスカはすでにご存知の方多いかもしれませんねもうずいぶん前からツアーがあって アメリカですけれども、ずいぶん前からツアーがあって、ジョセフティテルさんもこのアヤフアスカで素晴らしい経験をしたっていうふうに公開しています。まず、アヤフアスカというのは植物の名前です。ペルーでシャーマンに指導されて行うまあリトリートの話をするときには、アヤフアスカっていう単語は南米アマゾン付近で伝統的に用いられてきている幻覚剤のことを指します。 ペルーにはアヤフワスカってもう本当に普通にあちこちに生えていてつるっていうか幹の部分を拾ってきて自分でそれを使ってアヤフワスカドリンクを作る人も少なくないようです。青汁王子は動画で幻覚の部分は多分言及していなかったと思いますがアヤフワスカという植物には DMT と呼ばれる ジメチルトリプタミンが含まれているんでですねでこの植物のつるの部分をコトコト煮詰めてこして煮詰めてこしてっていう作業をしてそこに途中タバコの葉っぱとかあとチャリポンガと呼ばれるコーヒー科の植物の葉っぱを加えたりして、まあ、また煮詰めてこしてっていう作業を何時間も何時間も続けると最後はジャムみたいなどろっとしたこってりした液体ができます。 お茶みたいにコップに入れて飲むこともあれば煮詰めたものをちょっとだけ摂取するっていうこともあるようですがこのあやふあすカを飲むと嘔吐を伴う強力な幻覚作用が発生します先住民族たちはもう随分前からシャ,ーマシャーマニズムの儀式とかあと民間療法に使ってきたもので特に新しいものではありません。 ここ数年アメリカ人の間でツアーに参加する人がかなり増えたので有名になってきてますよねでドキュメンタリーも探せばもう山ほど出てくると思います今回青汁王子はペルーの谷に行った後ジャングルにも行ったという話をしてましたねでペルーへのツアーが有名なんですがこのほかブラジルアルゼンチンウルグアイやチリなど南米の他の国へのツアーもあって 鬱依存症不安 PTSD などの治療目的に渡航する人も多く確かに効き目はあるようです。アメリカではセドナでも同じようなリトリートがあるみたいですね。で滞在期間については3日コースとかあと1週間2週間といろいろあるようです。 大きな小屋の中にずらっとベッドが並んでいて共同生活するスタイルもあればホテルで行うスタイルもあるしあと一人一人こうテントを張って暮らすというスタイルもあるようですでそのアヤフアスカを取って見る幻覚っていうのは、まあ、当たり前ですがそれぞれ異なっていてただ一般的なのは気化学模様が見えてあとものすごく怖い幻想が見えたり 宇宙的な幻覚曼荼羅のようなものが見えたり逆にものすごくミクロなものが見えたりそしてだんだん植物とか動物特にヘビやジャガーとか形のあるものが見えるという,うんまあ一般の私は別にどっちもやったことないですけどで「アヤフアスカ」はペルーの先住民の言葉で「アヤ」は魂。 フワスカはつる植物っていう意味なんだそうです。で、青汁王子が言っていたシャーマンの歌とかね、あとシャーマンがタバコの煙を吹きかけるっていうのは、まあ、それによって病気を治すという一連の儀式の一部です。幻覚を見ることで、なんか悟りが開けたような気分になったり、あと人生観が大きく変わ,り変わる人が多いらしくて、これね、 今回、青白王子が動画で話したことで、ずいぶん昔にアガスティアの葉を求めて日本からインドへ行くツアーってあったじゃないですか。あれみたいに、アヤフアスカを求めてペルーに行くツアーが流行るんじゃないかなってちょっと思ったりします。日本人価格って、他の国から来る人たちに比べるとかなり高く設定されることが多いので、参加しようと思う方はお気をつけください。で 興味ある人いるかと思うけど私は吐くのはやだなあとこれドラッグなので参加したことをペラペラ喋ると帰国後逮捕されるのではっていうまあ、懸念とか疑問も生じるかと思いますそれについてはですねその国例えばペルーとかで 伝統的な宗教儀式に使用されているものを、その儀式に参加して使用するのは OK ーということになってるんですよね。なので、DMT そのものはもちろん、あの、規制されているものの、アヤフワスカっていう植物は麻薬に指定されていないようです。でもまあ、私は行かないかな。吐、ま、い、あ、て幻覚見るよりは、温泉に行って美味しいものが食べたいです。えー、最後、おまけです。 突然のことですが6月29日にに医者に行きましたでその場で診断書をもらって今日から休職してますまあ随分急なことってびっくりされる方も多いかと思いますがこれは去年の今頃行った医者なんですねなので1年かけて実行したって感じなんとそのお医者さんは私のことを覚えていましたで日本から帰ったらセラピストとお話しして毒を吐く予定ですがお薬を飲む予定はありません 20代からずっといろんな仕事をしてきて私、本当に生まれて初めてのわがままなのでチームのみんなにも昨日伝えたんですけれども優しく許してくれましたただ一方でですね彼女たちもそれぞれ転職活動をしているのでチームには自分にベストな選択をしてくださいっていうことを何度か伝えました今日は何しようかな、今からまだ朝8時ですよ。 本当は働いてる時間。でももう働かない、うん。母へのお土産を買いに行こうかなと思います。あ、あともう一つ。次のライブはですね、またズームを使う予定なので、予告する技術が私になくて、まともやゲリラになります。すみません。ということで、stay safe, stay healthy.